はい、どうも、Gボーイズです。皆さんいつもいつもご視聴いただいて本当にね、ありがとうございます。あ、安心してください。渋谷のチーワーじゃないですよ。はい、ということでですね、明治安田生命 J1 リーグ第5節のね、サンフレッチェ広島戦、結果は皆さんもご存知だと思うんで、僕は言いませんというか言いたくないので僕は言いません。はい、もう皆さんのね知っての通りということで、勝ったようなもんですね。勝ったようなもん。はい、ということでですね、まあその広島戦の、選手たちの良、かったプレーとか良、かったところだけを集めて、もうただただ褒めていくというね動画、これがあってもいいんじゃないかと。まあね、あんま厳しい意見とかもいろいろね、聞いたりはするんですよ。だけれどもやっぱりね、選手たちは何のために戦ったのかなって考えた時に、仕事のためかなと思ったら、いや違うんですよね。多分僕たちね、エスパルスとか、選手たちを愛するね、サポーターのために頑張ってね、試合をね、戦ってくれたと思うんで、ということでですね、今日はサンフレッチェ広島戦のね、選手の良かったところを今日は、褒めていきたいと思います。はい、ということでですね、今多分エスパルスのロゴが流れてね、いつもみたいな感じで、その明けみたいな感じですよね。で、いつもだったらグリーンバックでね、背景の画像がいろいろ変わっていくと思うんですけれども、今日はね、サテライトスタジオの方から、今日丸々1本ということで進めさせていただきます。はい、ということでですね、スタメンの方がこちらですね、4-2-3-1 で、戦ったんですけれども、すごく良かったですね。やっぱり 4-2-3-1 のサッカーがね、僕は見ていて結構好きかなっていう感じで、やっぱ安定しますよね。そしてまず、1人目ですね、良かった選手、37番、権田選手ですね。権田選手、まず日本代表に選出されたということで、まずはおめでとうございます。すごいですよ、すごいことですからね。日本中の人が権田選手に釘付けになるんですから。そして権田選手の名前が出たら、所属先にエスパルスとね、清水エスパルスって出るんですよ。多分出るんですよ。そしてなんといってもこの広島戦でもビッグセーブ連発してくれましたね。まず浅野選手のね、トリッキーなヒールでのね、シュート。あれももういきなりもうガッと来たんですけど、よく反応できたなということで。やっぱり権田選手じゃなかったらあそこも多分入っていたシーンだと思うんですけれど、それ以外のシーンでもまた浅野選手ですかね、またね、かなりきついシュートを打たれたんですが、そこもしっかりと弾いて、まあポストに当たったんですよね。多分あれ触ってなければ入ってますよね。やっぱりね、権田選手は素晴らしい選手だと思いましたね。はい、そして次は、達田選手ですね。達田選手も試合を通してものすごく良かったです。まずね、一つっていうか、まあ気づいたところが、3回ほどあったんですけど、すべてね、ファールをせずに、相手の、まあクロスをブロックしたり、ドリブルをまあ止めたりっていうことがあったんですけれども、あそこもやっぱり倒しちゃうと、まあフリーキックにね、なってしまう場面なんで、よくまああんだけファールをせずにね、しっかり止めれたなっていうところなんですよね。とにかく試合を通して素晴らしかったです。はい、そして29番、福森選手ですね。とにかく福森選手で一番気づいたことが、よく声を出すんですよね。とにかく周りに指示を出したり、まあ味方の選手を鼓舞したりっていうところが、まあものすごく頼りになるなというね、まあセンターバックかなっていうイメージでしたね。まあそして最終ラインでのパス回し、そこら辺も落ち着いてすごくね、広島戦良かったと思いましたね。はい、そして続いてはね、原選手ですね。4番原選手なんですが、とにかく原選手はね、サイドの駆け上がりがやっぱり、広島戦ね、すごかったですね。もう何度もね、もうパスをもらったら、もうとにかく、まあ、サイドを駆け上がって走ってね、ドリブルしていくと。そしてクロスもね、もう何度もいいクロス上げてましたよね。そして精度もね、まあ高いんです。まあ、試合に貢献してくれていたのでね、広島戦ものすごく良かったです。はい、そして次はですね、6番竹内選手ですね。竹内選手は、まあ、プレスに行く回数が、まあ、多分一番多かったですね。そして試合中とにかく、まあ、ディフェンスに入ることがあったりも、トップ下まで、
行くことがあったりで、とにかくめちゃめちゃ動いて、そしてパスもね、まあ後半なんかでもレデ選手にダイレクトのパスをね送ったりと、やっぱり竹内選手が入ると入っていると安心するんです。そして安定するんです。素晴らしかったですね。はい、そして続いてはね、23番鈴木唯人選手なんですけれども、この試合で多分僕一番良かった選手かなと思うんですよね。まずね、球際がかなり激しくいけていたっていうところと、パスカットも多かったんですよね。そしてね、まあドリブルのやっぱセンスがすごいですよね。ゴリゴリにいけちゃうドリブラーっていう感じだったんですけれども、まあコーナーキックを受ける場面もあったんですが、精度も高くて、後半に入ってからももっともっと動きが良くなってね、鈴木唯人選手はとにかくね、めちゃめちゃ良かったです。はい、そして次は11番中山選手ですね。中山選手一回スペースを見つけてのね、まあフリーな状態からの、まあヘッドでね、かなり強く当てていったシュートあったんですけど、あれすごく良かったですね。そしてまあサイドからのドリブル。やっぱね、中山選手スピードがあるんで、まあ何度も何度もそれでね、チャンスを作ってくれていたんで、まあとにかく素晴らしかったです。はい、そしてね、9番千山サンタナ選手ね、今日もすごかった。とにかくまあ相手のマークがきつかったんですけれども、まあ相手を背負っていようがね、やっぱりもう、体の強さがあるんで、もうそのままもうドリブルいっちゃいますよね。そしてマイボールにしちゃうっていう、ああいうプレーが多かったんで。そしてね、前半コーナーの場面なんですけれども、まあボックス内でね、まあかなり左足から強烈なシュートを打っていったっていうね、ああいうところももうしっかりとね、シュートで終わっていくっていうところがね、まあ、かなり惜しかったですし、今日の試合もめちゃめちゃ走り回ってくれてたんで、もうとにかく今日はね、素晴らしかったです。はい、そしてね、次は17番河合選手ですね。やっぱ河合選手が入ってきてから、流れがガラッと変わるっていうかね、やっぱり河合選手の良さってそこだと思うんですけれども、広島戦でもね、しっかりね、良さが出てたと思います。はい、そしてね、19番レレ選手ですね。レレ選手、もう交代に入ってきたんですけど、もう入ってすぐのプレーですよね。ドリブルで、まあ、縦に仕掛けて、もういきなりコーナーを獲得しに行くっていうね、あれとかやっぱレレ選手らしさがすごく出てたかなっていうところと、めちゃめちゃ、プレスにも行ってましたし、一つ一つのプレーがね、なんかものすごくキレがありましたよね。そして64分の竹内選手からもらったパスを、まあ、ダイレクトで左足で打っていったシュート、あそこものすごく良かったですね。やっぱシュートの意識があるっていうだけでも素晴らしいんですよ。そして悔しがり方がね、めちゃめちゃかっこよかったです。もうあれ見た時、僕はもうね、もうキューンと来ちゃいましたから。もうとにかくレレ選手めちゃめちゃ良かったです。はい、そして16番西澤選手ですね。西澤選手も入ってきた時からもうドリブルにキレがめちゃめちゃありましたよね。まあ、縦へ縦へと仕掛けていって、まあコーナーをね、獲得したりと、もう入ってきた瞬間から気合がめちゃめちゃ入ってるなっていう印象だったんですけど、で一回セットプレーのね、フリーキックの場面では、もうものすごくタッチの柔らかいボールを蹴ったりとね、もう西澤選手大活躍だったと思うんですが、とにかく西澤選手からはね、この試合で必ず結果を出すんだっていう、もう本当に気合がね、伝わってきましたね。めちゃくちゃ良かったです。はい、とにかくですね、まあ、何が伝えたかったかと言いますと、とにかく全員良かったんだということをね、もう伝えたかったんです。本当にね、見方を変えればすごくいいプレーがたくさんあったんですね。まあまあまあ、僕なんかに言われなくて もう皆さんもとっくにもう分かってると思うんですけれども、やっぱりね、悪い時もあればいい時もあると思うんですよ。でまあこんな感じでね、明るく笑っていれば必ずいいことはね、起こりますから、いいことを引き寄せるんですよ。まあ、とにかくみんなで笑って、まあ、とにかく明るい気持ちになって、エスパルスをね、愛する気持ちがあれば絶対大丈夫です。僕が保証します、もう。絶対大丈夫です。はい、そしてね、まあ、見ている選手がいるかどうかわかりませんが、大丈夫です。安心してください。ものすごく良かったです。広島戦、めちゃめちゃ良かったです。もう気持ちはね、めちゃめちゃ伝わってきてるんで日曜日の柏戦、また遠い移動になると思いますが、もうめちゃめちゃ期待してるんで、もともと怪我だけは、絶対にしないように、もう僕たち全員がもう味方ですから、とにかくエスパルスの選手だっていうことに誇りを持ってね、もう僕たちいつまでもね、ついてるんで、とにかくもう自分たちのサッカーをね、もう全て出し切って
柏戦も戦ってほしいっていうだけです。まあまあまあ選手も、我々サポーターもとにかくみんなでね、笑っていましょう。笑ってれば本当にね絶対もういいようにしかならないと思うんで、僕は保証しますダメだった時は僕怒っていただいていいんで、とにかくね笑ってみましょうはい、ということでですね、本日の動画はこの辺りにさせていただきます。少しでも面白かったよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではね最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。